皆さんこんにちは。まだ視聴し続けるアニメを悩んでいるメイドのリコです。もうちょっと見てみようかなということで、本日はこちら最強陰陽師の異世界転生記2話、もう1話くらい見て判断してもいいんじゃないかなって思います。まだ学園にも行ってないし、前回は最強陰陽師が考えなしに自分の力を振るってしまい殺されてしまいました。死の間際、転生のまじないにより魔法のある異世界へと転生。聖火ランプローブに転生したが魔力がなく魔法が使えない。しかし呪力はあるので陰陽術使うで、ドデカ王三将王も一撃やという感じでしたね。ちなみに三将王を殺した毒である除虫菊、白花虫除菊ですが、1886年に渡来してきました。おそらく平安時代くらいの前世の聖火がどうして除虫菊を知っていたのか、あの時代では別な菊が除虫菊と言われていたのでしょうね。あの時代でなぜ除虫菊を知っていたのかは神のみぞ知る。さあ今回はどうなるか見ていきましょう。これよりネタバレを含みますので、嫌な方はチャンネル登録をしてからブラウザバックしてくださいね。いいですか？始めますよ。それでは陰陽師だが2話のあらすじはこちらです。モンスターを討伐したお祝いに今日は豪華な夕食、お礼に何か褒美をくれるということなので、バーバドル魔法学園ではなくアーノルド魔術学院でもなくロドネア魔法学園へ通うことをお願いすると受け入れてくれた。もう一つお願いして、奴隷のイーファも一緒に通わせてほしい。魔法の才能がないからダメ。いえいえ、魔法は使えますよ。フレームノート、どう？試験に合格したら通ってもいいだろう。貴族だからといって試験の免除はないぞ。ランプローブ家は代々兄弟で同じ道を歩ませないので、聖火の代わりにぐらいお前が帝国軍に行くんだ。しかしぐらいはそんなの許さないと、魔法学園への入学権をかけて聖火と決闘をすることとなった。決闘は明日だが、そんなのは待てない。ぐらいが夜中に聖火に決闘を申し込む。圧倒的勝利。聖火とイーファは入学試験へと向かうことになったとさ。めでたしめでたし。まだ試験に行くってだけで入学が決まったわけでもないのに、なぜ別れの挨拶をしているんでしょうか。試験に落ちて帰ってくるかもしれないじゃない。まずは試験の合格を祈願するのが普通の流れじゃないの。そんなに試験がちょろい底辺学校なんですか、この魔法学園っていうのは。漫画を読んでいてもここの展開はものすごく違和感がありましたが、どうしてかようやくわかり、喉に刺さった骨が取れた感じです。どうせ入学できるからね、大差ないね。前回も今回も結構ゆっくりな進み方ですよね。まだ魔法学校に入学すらしていないんですから、どれくらい進むのかは楽しみですね。これ前回も言ったことではあるんですが、やっぱり力を見せる必要なくない？大多数の弱い人間側になりたいって言ってるんですよ。完全に力を見せない方が平平凡凡な大多数側になれるのに。足りないのは狡猾さなんかではなく、謙虚さ、寛容さ、思慮深さ、自制心、謙遜、思いやり、好奇心、慎み、我慢強さ。狡猾って言いたいだけのイキリ中二病患者かな。根性では最強の暴力を扱う側になって権力を持つことが幸せなんでしょうね。それは明らかに強い人間側なんですけれどね。言ってることがめちゃくちゃだって気づいてないのかな。ぐらいに対してあまりにも過剰な反撃だったし、そんな弱い人間に対して生きらないと生きていけないんですか。良かった点としては、聖火の出生に秘密があるところですね。1歳の頃から魔法、おそらく陰陽術でしょうけれど、それを使っており、長男は避けるようになり、次男はいじめるようになったという背景がちゃんとあるのは良いですね。その長男との仲直りの展開自体は良かったです。立派に成長したからもうよそよそしい態度はやめようとなる意味は分かりませんけれど、1歳で魔法を使っていたのが不気味で避けていたはずなのに、魔法を使ってモンスターを倒したから仲直り。幼少期の頃だからもう理由は忘れてしまっていて、なんかずっと接しづらくなっていたってことかしら。でも仲直りできてよかったね。もう家には帰ってこないだろうけれど、物語的にはまだ全然動き出していないので、今後どうなっていくのかは楽しみですね。
入学試験の前準備の魔力測定で周りの子供たちの、あの有名な伯爵家の人間だ、今のうちに友達になっておくか、からの、貴族の魔力なしが奴隷はべらせて何しに来てんだ、コネで入るんじゃねえだろうな、の高速手のひらくるっくるには笑ってしまいましたし、聖火が学校でどういう扱いをされるのかも気になります。ぜひ謙虚さを持って学園生活を送ってほしいものです。今回の動画はいかがだったでしょうか。このような感じで私が思ったことをありのままに話していきます。私に話してほしい作品がありましたら概要欄にあるリクエストページよりリクエストをお願いします。気に入っていただけたらコメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。メンバーシップもありますので、よければメンバーにもなってください。私がすごく喜びます。また次回、感想を言いたい作品がありましたら、お会いいたしましょう。